イスラエルのネタニヤフ首相とアメリカのバイデン大統領は23日、電話会談でパレスチナ自治区ガザでの戦闘をめぐり協議しました。ネタニヤフ氏は目標達成まで戦闘を続けると改めて強調しました。イスラエルによるイスラム組織ハマスの総統作戦が続く中、ガザの保健当局は23日、10月に戦闘が始まって以降のガザ側の死者が 2万258人になったと発表しました1日で201人の増加となりますこうした中ネタニヤフ氏とバイデン氏が電話会談しネタニヤフ氏はハマス相当の目標達成まで戦闘を続けると改めて述べました一方バイデン氏は民間人の保護が大変重要だと強調したということですただバイデン氏は停戦については求めなかったと明らかにしました